We'll be right back.
ですね、まあ、早速なんですけども、メンバー紹介したいと思います。今日はあれなんですけど、ドラム、あ、オンドラムス、ローズエクスタシー。今日は、今日の曲は全部ローズエクスタシーが決めました。そういうことで、はみ出してるよローズくんという名前になりました。今日はね、はい、まあ、激しい曲ばっかりなんですけど、全曲ラウドネスっていう日本のバンドなんですよ。バリバリ行こう。知ってる人、結構知ってますね。そんな有名なバンドなんですか、ラウドネスって。僕はサンディエゴからね、ちょっと来たんでよくわかんないんですけど、まあ、横須賀のサンディエゴなんですけどね。カツラじゃないですよ、これ。ブリーチで脱色したんですよ。はい、オンベース、ベイビーパンクス001。オンギター、アニキエグザクター。はい、声援が来てますけどもね、はい、よろしくお願いいたしますね。ボーカルはロドリゲス編です。今日は最後まではみ出すぞあれ、はみ出すぞじゃあ曲やろうか。
みんなどうもありがとう。いつもね、あの来日公演ってとても気持ちがいいんですよね。毎回思う、うん、まあ、だいたい毎日来日してるんですけど、本当にね、ここね、あの新横浜リットさんね、すごくなんか快適なあれじゃないですか、ライブハウスじゃないですか、ね、あれいいライブハウスだと思う人ありがとうございます、ね、はいはい、本当にね、心の底からそう思っております。ちょっとカミカミだったかな。え、なになに、なんか、なんか入る、あ、いや、入る、すいません。あ、兄貴エグゼクター、はい、うんね、これもあれだよね、片付けるんだよね、確かに。どこが手を出せればいいのかな、うん、そうそう、いろいろね、今回凝ってるんですよ、こういう楽器いろいろ使ったりとか。兄貴エグゼクターは今日ギター何本使うんですか？3本ですよ、3本、ね、すごいですよ、拍手ね。でもプライベートジェットでね、運んできちゃったからね、大変楽でしたよね。良かったですか、うん、ありがとうございます。あの最後まで、ね、こういうあの激しい曲が続きますんで、今ついてきてくださいね。大丈夫ですか、ついてこいよね、トークはこれぐらいにして、じゃあ次の曲いきましょうよ。メタルマン！Wow!
これで、ね、一回ちょっと深呼吸をしましょう。深呼吸をしましょうね。せーの。はい、ですね。これやっとかないとね、最後まで持たないんだよね、もうね。音盤でもうどんどんあの高齢化現象が始まってますよ。ロドリゲスの年か。これだいたい話題があのあのどこ悪くなったとかね、この薬いいよとかね、あの病院いいよとかね、そういう話題が多いですよね。今日薬飲んだとかね。まあね、若い人もみんな平等に年は取りますからね。あのせっかくなんで楽しくバカみたいに年を取りましょうよ、みんな。はみ出してなんぼですよ。いいかな。
このままでいいですか。はい、いいですか。はい、はい、お疲れ様でした。お名前をもう一度。はみ出してよローズくんのボーカル担当でございますロドリゲス・ケンと申します。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうですか感想言っていただきたいんですけど、息上がっちゃってます。あ、全然大丈夫大丈夫ですすごい、もうすごい、はみ出してるっていうか、なんかあれだよね、ぶっ飛んでるよね。そうですか。ね、他のメンバーの人もなんかちょっと片付けばさっとそのヘッスの方でこちらの方に集まってもらえるかなと思います。音番は今日で147回。はい、はみ出してるよローズくんは今日で何回ですか。はみ出してるよローズ、どっち？今日デビュー。座っちゃはみ出してるよ、はみ出してるよローズくんとしては初めてですね。はみ出してるよローズくんは初めて。あ、正式な元のバンド名ははみ出せカリフラブロッコリーズです。はみ出せカリフラブロッコリーズ、はみ出せカリフラブロッコリーズです。はい、下ネタにしか聞こえないんですけど、ね、とてもない。なんかね、この人もなんか AV ダイオフィアの髪がしっかりかかる。はい、じゃあメンバー揃ったようなんでね、お名前の方ってないよ。どうも皆さん楽しんでいただけました。言葉最高。音のために隣の菊名に引っ越してきました。え、今日も明日も音場に出れるぞ。明日も出ない。明日ない。また次回なんかはみ出せ、あ、はみ出してるよローズくん、ローズさんのために今日ははみ出してるローズくんですよね。はい、選曲したということなんですよ。いや、すごいよかった。ちょっと、まあ、今日のは小選曲でしたけども、今度は大選曲でね、10曲ぐらいやる日が来ることを、ラウドネス多分知ってる世代の人も結構混じってると思うんで、楽しんでいただけたら嬉しいです。また次回楽しんで、なんか日本語おかしい。僕もね、さっき日本について分かるんですよ。ヨンディエゴってとこからね、さっきやっぱりね、言ってることがさ、3とか4とかさ、もうおじさんなので。はみ出せローズくんでした。はみ出せ。じゃあ、はい、そして、はい、ベースの、はい、どうも皆さん、今日どうもありがとうございます。楽しんでいただけましたか。今日はですね、ドラムのローズくんが主役ってことで、ローズくんが全部選曲してやりました。で、次の、カリブロはロドくんの選曲でやりますので、今回とは全く違った感じになると思いますので、もしよければ皆さん足をお運びください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。さすが大井さんの、また社交的ですね、喋りがね。はい、そして僕お初なんですけども、お名前の方。兄貴と申します。兄貴と、よろしくお願いします。この格好で兄貴ってもう土下ですよね。こんにちは。お疲れです。終わっちゃった。ロックだな兄貴は。すごいな、かっこいいのか。ね、ロックでしょ。最高最高最高。あ、そろそろ閉めて。閉めて、はい。じゃあね、なんか閉めてって出ちゃったんで。閉めて。はい、じゃあ最後皆さん。ええー。最高。
え、え、何、何の締めこれ。いや、だから最後に皆さん聞いてくれた皆さんにどうぞ。あ、はい、どうぞ。ハロージャパン。ちょっとうるさい曲ばっかりだったと思いますけども、どうでしたか、楽しんでくれましたでしょうか。やった、嬉しいな。これで曲3で出るな。はい、またまあ今後もですね、はみ出せカリフォリカリフォルニア、あ、はみ出せカリフラブロッコリーズというこの4人はですね続けてまいりますので、また応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はみ出せるロックでした。では、エンディングに行きたいと思います。エンディングはですね、皆さん、今日出演した皆さんとですね、記念写真を撮りたいと思いますのでね、出演順に、こちらステージの方にお呼びしますので、ステージの方にお願いします。では、一組目、ニカラボの皆さん、こちらどうぞ。ニカラボの皆さん、あ、廊下にいますね、ニカラボの皆さん、ちょっと呼んできていただいて。はい、そして本日の二組目、アーチスタンです。いらっしゃいます。はい、こちらどうぞ。そして3組目、リバイバル地球8時の皆さん、ね、もう恒例ばっかりだからもう動きが遅いですね。そしてLR の皆さん、早いよ、LR は早い。そして、まあ、終わったばっかりはみ出してるよ、ローズの皆さん、はい、皆さん揃いましたか。普通に会話をしないでください、ね、普通に会話をね。まあ後でね、打ち上げやります。打ち上げやりますけどね。これでメンバー揃ってますか。はい、じゃあ記念写真撮っていきたいと思います。どうしましょう。あの、もっと寄って、せっかくなんでミカさんちょっと真ん中行きましょう。ちょっとせっかくこう言ってるのでお胸挟んでね。いいですか、写真撮れますか。もうちょっといいね。もう大丈夫、これ誰がなんか言うんですか。あ、僕がお願いしますか。じゃあ、マイク使ったほうがいいですか。3、2、1、はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。これで音番、147ですか。次回はいつですか。次回は5月の22日。2月、すいませんね、2月の22日ですね、覚えやすいですね。ぜひね、またこちら、新横浜リンドのお集まりいただければと思います。本日ありがとうございました。後ろから見てて誰かの目がしたんだろう。あいつらは一緒だよ。はい、どうだろう。